JOCTV。 皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりました MyJOCTV、 進行を務めます綱啓斗です。そしてアシスタントの玉木そらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっほーみんなこんにちは、ルンルンだよ。ルンルンちゃん今日もよろしくね。よろしくね。よろしくね。この番組は JOC ジュニアオリジナルコンサートというコンサートに出演する子どもたちに注目し、普段の生活の様子を密着したり発表会の様子を紹介していく番組です。ちなみに JOC というのはヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが自ら作曲し、そしてその曲を自ら演奏するというコンサートです。ところでそらちゃんは修学旅行の思い出とかありますか？修学旅行の思い出。今あれか、中学2年生だもんね、はい、次3年生だからないかまだ、うん、小学校6年生の時はありました。どこ行ったの？どこだっけ、鎌倉行きました。鎌倉、めちゃめちゃいいじゃん。おしゃれだな。いっぱい食べました。いっぱい食べた。うん、いっぱい食べた。修学旅行はね、すっごい楽しいよ。楽しいよね。うん、あのでもあのあれじゃない、あの今でもそのバスのさ、どこ座るか楽しくない？あ、大事、ね、バスどこに座るかでなんかすごい、あの本当は一番後ろがいいんだけど、うん、真ん中も真ん中で楽しそうだよね。ね、うん、僕はでも一番後ろ派かも。あ、後ろだった、うん、楽しいよね。あのなんか仲間で話してね、うん、確かにバスね、確かにそういうとこからもう楽しいよね、全部が楽しい。うん、ルヌちゃん修学旅行どこ行ったことあるの？あ、ルヌはね、うん、九州。九州？九州の福岡から、大分、長崎でちょっとね、あ、何？そうだぞ、そう、何個も回ったんだ。そうそうそう、4軒ぐらいかな。あ、すごいね。超楽しかったよ。へえ、めちゃめちゃ贅沢。うん、あれ、じゃあケイト君はどこに行ったの？僕は中学校日光に行って、うん、高校の時は沖縄に行った。うわー、すごい。沖縄いいな。最高だったよ、本当に。美ら海水族館も行った？行った。でもね、美ら海水族館だけはもう楽しくなかったね。あれ、カップルだらけで周りが。あ、そうなんだ。男友達と回ってね、寂しかったよ。そういうこともあるから頑張ってね。頑張って出てなんだ。はい、ではまずはインタビュー VTR を見てみましょう。今回は宮崎県在住高校1年生の中村もあさんに密着しました。今回もどんな子なのか気になるね。はい、それでは VTR どうぞ。ケイトさん、ソラさん、ルンルンちゃん、こんにちは、中村もあです。よろしくお願いします。組曲オータムインニューヨークの曲解説をお願いします。この曲は修学旅行でニューヨークに行った時の思い出を曲にしました。この曲が生まれたきっかけを教えて。野生のリスを初めて見たこと、宮崎ではなかなか見ることのできない雪を見れたこと、しかもそれがニューヨークの初雪だったこと、グラウンドゼロに行って悲しみや怒りが湧いたこと、摩天楼を見てワクワクしたことなど、普段体験することのできないようなことをピックアップして作りました。ニューヨーク旅行をテーマにしようと思った理由を教えて。私はジャズが大好きで、最後の作曲ではジャズを取り入れようと思っていたことと、ニューヨーク旅行を絡めて曲を作りました。想像していたのと実際のニューヨークでは何か違いはあった？また行ってみて初めて分かったこと、印象深かったことがあれば教えて。予想以上に寒かったことです。印象深かったことは現地の方々が優しかったことです。わからないことがあって尋ねた時にはわかりやすく答えてくれたのが印象深いです。音楽教室の仲間や先生はどんな人たちか教えて。
先生はとても優しく熱心に指導してくださる方です。仲間は今はグループレッスンがなくなってしまったのでみんなバラバラにはなってしまったんですけど、一番年下の私にみんな優しく接してくれました。音楽教室では何が一番好き？その理由も教えて。アンサンブルです。私がここ最後まで続けてこられたのはアンサンブルがしたいっていう強い気持ちがあったからです。それくらい大好きです。作曲するときに楽しいこと、苦労することは何？楽しいことは作曲を曲を作り上げた時の達成感を味わうことで、苦労することはモチーフは思い浮かぶのにそれ以降の展開が全く思い浮かばないことです。好きな作曲家、演奏家は誰？その理由も教えて。カプースチンと HZ リオです。カプースチンは一つ一つの和音を聞くと本当にこれで合ってるのかなって思うようなことがあるんですけど、曲全体を通して聴いてみるとおしゃれになっているのでそれがとても好きです。 HZ リオは何度聴いても楽しく全く飽きずに、カプースチンとはまた違ったおしゃれな感じがとても好きです。音楽の他に挑戦していくと、挑戦していることはある？手話の習得です。私の友達に聴覚障害を持っている子がいて、その子と手話で話してみたいなと思っているんですけど、なかなか忙しくてあんまりその時間が取れないのが残念です。神社で巫女さんのお手伝いをしていると聞いたよ。どうして巫女さんをすることになったの？兄二人が神楽をしていて、その姿を見て私も興味を持ったからです。巫女前の様子がこちら。私は何かやっているの？陸上部に所属していて、ハンマー投げ、砲丸投げ、円盤投げの3つの種目をしています。円盤投げでは中学3年生の時に県中学記録を3回更新しました。陸上で楽しいこと、難しいことはどんなこと？楽しいことは部活の仲間と一緒に練習をすることで、難しいことはなかなか記録が伸び悩んだりした時にどこを改善したらいいのかが改善したらいいのかを考えることです。陸上と音楽、何か共通点はありますか？全体の競技にはリズム感がとても大事なので、そこは共通していると思います。部活の様子がこちら。この勉強と音楽活動を両立させるために心がけていることや守っていることがあれば教えて。普段は勉強や部活が忙しくてなかなかピアノの練習の時間も取れないんですけど、唯一部活のない水曜日だけは毎週ピアノの練習をするように心がけています。宮崎県の良さはどんなところ？
住みやすいところと食べ物が美味しいところと自然が豊かなところです。宮崎の海はとても癒しになります。そんなモアさんを指導する太田先生からのメッセージ。中村さんの担当講師の太田です。モアさんはこれまでにもクラスのお友達や兄弟3人で演奏がしたいとアンサンブルを自分で作り、みんなで何かをすることを楽しんでいるようにも思われました。中学、高校に入ってからは陸上部に入り、練習や試合で忙しい中でも今でも休まずにレッスンに来てくれます。今までに経験したいろいろなことを生かしながら、これからも自分の目標に向かって頑張ってください。応援しています。10歳の時の空手の大会で優勝した写真がこちら。将来の夢を教えて。音楽関係の仕事についてみんなを笑顔にできるような人になりたいです。ありがとうございました。それでは曲紹介をお願いします。はい、ありがとうございました。それでは組曲オータムインニューヨーク1スクローズ小さな侵略者たち、2ファーストスノー予期せぬ幸運、3グランドゼロ行き場のない怒り、4スカイスクレーパー心ときめく絶景、ご覧ください。
はい、というわけで中村さんのインタビュー映像でしたが、そらちゃんどうだった？陸上部でしたね。陸上部でしたね。最近多いね。多いです。部屋の上手な子やっぱり陸上部多いから、ちょっとすごいいいなって思っちゃった。うん。やピアノやってるんだっけ？やってないです。やるしかない、ね。いややるしかない。いやトレーニングきつそうだったね部活の。あのタイヤ押すのあれ何めちゃめちゃきつそうじゃん。やったことないけど。やります。やります。あそらちゃんも？うん、えこっちでもやるんだ。めちゃめちゃきついです。きついんだ。何セットぐらいするの実際練習で。なんか時間がある限り、ある限り地獄じゃん早く終わればいいのにってみんなすごい、それこなしてるのすごいね。そうだね、うん、ピアノもやって、いや本当勉強もしてすごいですね。文武両道どころじゃないよ本当に、うん、そうだね。手話の勉強もして、みこさんもやって、特殊じゃない、うん、手話とみこさんってすごいな、環境も特殊で、うん、普通の人より普通の人ができないような経験できてて、それもすごい僕はいいなって思った、うんうん、でも県の中学記録3回も塗り替えるって改めてすごすぎるよね。すごいね、うん、すごい。でも将来は音楽関係の仕事をしたいって言っててさ、うん、相当音楽好きなんだね、うん、だって3回塗り替えてんだよ普通は陸上の方に行くじゃん普通だったら、うん、それでも音楽のことしたいっていうのは相当音楽好きなんだなって思った、うんうん、さあ続いては全国で活躍している子たちを紹介します。今回紹介するのは共作で片岡凛さん、平野真理亜さん、そして矢沢優也さんです。それでは演奏 VTRどうぞ。2人で楽しんで弾けるような曲にしたいと思いながら作曲しました。マリアちゃんとの連弾を楽しみながら弾きました。Thank you.
宇宙の壮大さを感じられるように演奏しました。というわけで番組終了のお時間になってしまいましたが、改めてそらちゃん、今日振り返ってどうでしたか？ニューヨークに修学旅行で行ったことから、うん、曲を作ってっていうのがすごいいいなって、ね、なんか普段体験したことのない経験から曲作りをするっていうのはすごい、そういうのもあるんだ ね、びっくり、日常から作曲することもあるし、非日常から作曲することもあるし、なんかそれってやっぱ音楽にしかか分かんないけど、音楽にできることだからすごいいいなって思ったよね。いろんなものを見たり、いろんなとこに行ったりするのって大事ですね。大事だね。やっぱ家行っちゃダメだ、外行かなきゃダメだね。初めての体験がさ、いっぱいなんか積み重なって、すごいそれが音色になって、人生も豊かになって、だからほら、手話やってるって言ったでしょ、手話ってほら、耳の聞こえない人と言語だけど、今は手話も音楽と融合して表現とかしてる人いるから、すごいよね。そうやって聞こえない人にも音の楽しさを伝えようとしてるのかなと思って、なんかすごいなと思った、確かに手話を学んでる理由もなんか友達のためっていうのもあってさ、ね、すごいなんかキュッてなったよね。優しい、なんかもっとこれからもいろんなこと経験して、音楽取り入れてさ、世の中にもっと笑顔を増やしてほしいよね。できる。というわけで、今日もとても楽しい時間で本当にあっという間でした。では皆さん、また次回お会いしましょう。せーの、またねー。